52回プライムタイムエミー賞は2000年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1999年6月1日から2000年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2000年9月10日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるシュラインオーディトリアムで行われた司会は ギャリー・シャンドリングが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して8月26日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、ザ・ソプラの在収のマフィアの10部門で、ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルと、ザ・ホワイトハウスが10部門、ヘイ・レーモンドが8部門と続いた。主要部門の最多受賞は、 ザ・ホワイトハウスの5部門で、ザ・コーナー、モリー先生との火曜日、二人は友達。ウィル・グレイスが3部門と続いた。マイケル・ J ・フォックスコメディシリーズ主演団優勝、パトリシア・ヒートンコメディシリーズ主演女優勝、ジェームズ・ガンドル・フィーニドラマシリーズ主演団優勝、セーラ・ウォードドラマシリーズ主演女優勝、ショーン・ヘイズ・コメディ、シリーズ女演団優勝、メーガン・ムラーリーコメディシリーズ、女演女優勝、 リチャードシフドラマシリーズ助演団優勝アリソンじゃねえ。ドラマシリーズ助演女優賞受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、ッコはアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブ、 アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。